にちは、ビューティーベースシュンです。このチャンネルでは美容ガジェット、美容機器ですね、あとは美容医療、あとエステサロンに関して情報を発信しています。私自身スキンケアとか、化粧品も大好きなので、そちらはインスタグラムの方でもやっております。皆さん頭皮ケア気になりますよね。特に夏なんかは私も頭も痒くなっちゃって、私お風呂が好きなので自宅でヘッドスパやったりするんですけども、どうしてもこの爪がネイルやってるのもあって、短くそこまで切れないから、なんかこう力を入れてしっかりマッサージできなかったんですけど、今日はいいものを見つけたのでちょっと使ってみたいと思います。こちらのミーゼヘッドスパリフトですね。ヤーマンですね。なんで私これに注目したかっていうと、まあ、見た目の通り頭皮マッサージャーなんですけど、まず防水なんですよね。お風呂でも使える。なのでこうシャンプーとか、まあ、もちろん使えるんですけど、これがアタッチメントがこっちシャンプーとか頭皮ヘッド用なんですけど、シャンプーしながらこれやるとこう泡立てながらしっかりやれるんですけど、もう一つこちら この指の形みたいなアタッチメントがついてて、こっちはフェイス用なんですね。頭皮とお顔のマッサージができるっていうマシンなんです。で、私個人的にはこっちよりもこっちがすごい気になってて、っていうのも頭皮やっぱここら辺硬い時ってこの辺まで硬くて流れ悪くて顔色悪くなったり、ちょっとドヨーンとこう顔が下がってきたりとか、そういうことあるじゃないですか。で、これ結構頭皮しっかりマッサージできると顔のリフトアップになるので、そういうのちゃんとやりたいなと思ってたので、これすごい気になって、これだったら結構いけんじゃないかなと思って、でちょっと今回使ってみることにしました。で、実はですね、でちょっと詳細スペックとしては 1V5 分の使用が推奨されていて、1日20分ぐらい、合計して20分ぐらいです。で、使い方はここにローラーっていうのがあって、ここを押すとこのようにうねうね動きます。はい。で、このローラーっていうところを2回押すとここに、光が2つ点灯すると思うんですけど、この速さというか強度が、アップします。で、3段階あるので、ここでこう結構ね、こう押し上げてるとちょっとゆっくりになるんですけど、こういう感じですね。で、こうやって、シャンプーします。で、はい、で、もう一個の方なんですけど、こちらヘッド用ですね。で、もう一個の方なんですけど、ガッとすぐ外れます。はい、こっちのフェイス用のこの指みたいな形のフェイス用のアタッチメントをこっちに装着します。簡単ですね、この卵型の形に沿って、はい、OK です。はい、実はこれがね、結構いい感じなんですよね。で、ここも、ここ長押しでスタート、うねうねしてます。指みたいですよね、ちょっと気持ち悪い。いや、まあ、指は実際こんな動きしませんけど、なんかほんといい感じなんだよな、これは。これも3段階あります。で、さらにバイブレーションのオンオフもついてます。こんな感じですね。はい、1回バイブレーション通ってますね。はい、で、これでですね、こっちはフェイス用なんですけど、ちょっとこれ使って早速、ちょっと頭皮とお顔のマッサージしてみたいと思います。スイッチオンですね。レベル2くらいでやろうかな。
で、まずは鎖骨からいきます。鎖骨の下のラインやりたいんですけど、私ちょっと今胸にですね、ちょっと美容医療を受けてるので、ちょっと胸に当たらないようにちょっとキワキワをやります。で、鎖骨と脇の下に一旦押し付けます。この辺リンパが結構リンパの出口とかっていう排水口が近くにあるので、この辺をほぐします。で、今度また鎖骨のくぼみですね、ここですね、ここに一回押し付けます。気持ちいい。なんか本当にね、指でほぐしてるみたいな感触ですね。このシリコンがね、ほどほどにこう、なんていうの、キャッチもしつつ、なんだろう、擦れないので、本当に、指みたいです。で、次、首筋を上から下にちょっと何回かやりますね。この強さミートチキンっていうところですね。前もなんかメディリフトネックで紹介した時みたいに、強さミュート付きってここのフェイスラインにすごく重要な筋肉で、ここをこうちょっとほぐすだけでもだいぶフェイスライン整いますので、ここのマッサージって私大好きなんですよね。顔すごいむくみやすいんで、めちゃめちゃ気持ちいいですね。なんかほどほどに、なんかローラーだと肌引っ張る感じするし、ちょっとこう上下にやるには食いつきが悪かったりするんですけど、これ本当に手でこうギュッ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 ってやってるみたいに、すごい本当人にマッサージしてもらってるみたいです。仕事中とかもやりやすいかも。で、今度、襟足に押し付けます。ここですね、ここです。あー気持ちいい。あー怖っ。ここなんですよね。ここが小顔に一番なんか要点って感じですね。ここです。あ、いいですね。あ、なんかほぐれてきた。めちゃめちゃ熱い。今度はこめかみから横にスライドさせます。太いな、腕にもやりたい。腕の太さが気になる。顔じゃなくなってきた。まあいいや。ちょっと戻します。そして今度は耳の外側をぐるっとやっていきます。あ、ここも気持ちいいんですよね。本当になんかベスクワークしてるとこの辺が一番固まってきますね。この人の動きもちょっと弱くなってくるぐらい硬いんですかね。気持ちいい。本当なんかヘッドスパ受けてるみたい。自分でこんな押せないですもん。こんなうまくね、指先に力入れられないんですよね、プロじゃないから。はい、で、耳の下のくぼみをプッシュします。あーやばいな、寝そう。寝ちゃいそうですね。これは寝れる。今度、前頭筋、前髪の生え際を数箇所プッシュします。ここなんかめっちゃなんか育毛とかに効き
勝じゃないですか。なんか頭の筋肉って唯一こう鍛えることが難しい筋肉みたいで、やっぱこうやってマッサージとかでほぐしてあげないと固まったまんまなんですよね。だからこうやってこうほぐしてあげないと血行も悪いですし、よく頭の筋肉と顔の筋肉がつながってるって言うじゃないですか。ほんとそうですよね。そのまんま頭ですもんね。毛が生えてるだけでほぼ同じ部位ですもんね。はい、で頭頂部ちょっとこう上に、多分ね、私今映像見てないからだけど何回か白目向いてると思う。で頭頂部、なんかここツボ的にもすごい大事なとこらしいので、ギュッてしっかり頭頂部ですね。はい、しっかりやっていきます。はい、で今度はここの後ろから上に、こっちから こうやってます。ここここはね、割と自分でもやりやすいところなんで、まず右半分だけですけど終わりました。もうなんか感覚的にもすっきり感が全然左右と違いすぎてめっちゃバランス悪いです今。でもどうですか、今顔を左右見比べていただいてどうだろう。多分ね、ここのラインのもたつき具合が多分全然違うはずなんですよ。こっちまだマッサージしてない方ですよね。こっちですね、マッサージした方、ほら全然違う。結構ちゃんとこの辺出てますよね。今日は何もこの辺ファンデとか何も塗ってないので分かりやすいと思います。もう全然違う、こっちの顔がかわいそうなぐらい変わりました。で、私としてはやっぱこう使ってみて思うのは、自分の指ほらちょっと伸びてるとこうやって押すのに限界があるし、でなんか疲れちゃうじゃないですか、めんどくさくなっちゃうんですよねちゃんとマッサージはしたいんですけどめんどくさくなっちゃうんですよね結局。私なんかは髪は洗いたくないけど頭皮は洗いたいタイプなんですよ。髪はほらなんかシャンプーとかするとたびにパサついちゃうんで、あんまりこう髪は洗わず頭皮だけ洗えればいいのになっていうのが理想なんですけど、なんで結構こう頭皮だけを洗うクリームタイプのシャンプーとかそういうの私結構使うので、本当になんかヘッドスパみたいな感覚のことが多いんですよ。なんで特に私にとってはこれあるとすごい助かりますね。私はね、泡立つシャンプーだったらこっちでもいいと思うんですけど、個人的にはシャンプーとかヘッドスパする時もこっちを使いたいなって感じですね。おすすめなのは花王から出てるこのイネスっていうヘッドスパですね。これシャンプーとこれトリートメントなんですけど、ユーコスちゃんも使ってたんですよ。いやそれはユーコスちゃんの真似したわけじゃないんですよ。
あ、ゆうこしちゃんも使ってんだみたいな。はい、でこれはね、なんかあのスクラブも入ってるのですごいマッサージ効果がより良くて、あの毛穴とかの結構ものもちゃんと出し取ってくれるんですよね。これと一緒に使うとめっちゃいいんですよ。これもこのタラソスパクリーム、タラソってあの海藻類なんですけど、あとクレイも入ってるので吸着もいいし、あとあのすごいしっとりするんですよ髪が。やっぱ海藻の成分って髪にすごいいいので、本当にね、あのヘッドスパなのに、あとスースー感もあって、頭皮はスースーするのに髪がめちゃめちゃ潤うので、私今日これあのオイルとか何もつけてないんですけど、このぐらいしっとりするんですよ。で、あと、まあ、普通に私これを指で今までこうマッサージで使ってたんですけど、こっちを使ってみたら、やっぱ今日使ってみたんですけど、やっぱりあの根元の立ち上がりがすごくよくって、しっかり頭皮が洗えてるんだなっていう。手で洗ってる時より全然あの頭皮の、あの頭皮っていうか根元のしっかり具合が良かったので、あ、これほんと毎日使い続けたいなみたいな感じですね。はい、で、まあ、もちろん頭皮ケアにもそうなんですけど、これやっぱり何が一番いいって、その頭皮だけじゃなくて顔に使えるってところですよね。顔っていうかもう全身使えちゃうんじゃないかな。なんかもう私も今動画撮ってて二の腕の太さにもうびっくりしてるんですけど、でなんかもうなんかこの辺、ここめちゃくちゃいいんですよね。この肩の首肩のライン、ここら辺の襟足から、ここら辺の襟足からここの肩のラインめちゃめちゃ良くて、ここめちゃくちゃ気持ちいいですし、あのやっぱね、人に揉んでって頼めないから、なかなか自分で揉まなきゃいけない時に本当にね、人に揉んでもらったみたいな感触でめちゃめちゃすっきりしますね。はい、ということで強化です。こちらのヤーマンのミーゼヘッドスパリフト、ヘッドスパリフトっていうだけあって、ヘッドスパしながらちゃんと顔も引き上げてくれるっていう、はい、そういう引き上げてくれるっていう、そういうマシンです。これね、値段もね1万2000円ちょっとかな、ちょっとオープン価格になってるんで、あの多分売ってる場所によってちょっと違うと思うんですけど、1万2000円ぐらいから1万6000円ぐらいまで結構幅がありました。なので、あのでも毎日使えるん でこれ充電がすごい楽で、充電器にこれをポンって乗せるだけなんですよ、こういう風に。なんですごい楽なんですよね。なのであの毎日使えるので全然買いだと思います。で、評価としては効果、機能性、デザイン性、コスパで、私の個人的な満足度の評価項目5つなんですけど、もうこれ星5つでしょ。こういうマシンね、なんか6000円から1万5000円ぐらいの範囲内だったら買おうかなって思ってたので、一応ギリその範囲内に収まる感じにはなってるので、コスパは OK で、やっぱりデザインもね、機能性というふうに考えても、こうちょっとこうゲル置いて充電しやすいっていうのと、このでそんな重くないしね、何グラムって言ったらいいんだろう、そんな重くないんですよ本当に。あのオレンジ、グレープフルーツぐらいかな、もうさ全然疲れないんですよね。なので私のような非力な女性でもでなんか見た目も可愛いですし、なんか美容って感じじゃないですか、それもなんかいいですよね。なんかギフトにも良さそうで、男性にもいいですよね。なんかちょっとおソロで使ってもいいし、なんか本当にデザイン性も高くて結構いいなと思いました。はい、はい、ということで今回はヤーマンのミーゼヘッドスパリフト、こちらをご紹介しました。参考になったという方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録もお願いします。リクエストもお待ちしています。ちょっとわからないこととかご意見、質問どんどんコメント欄にお願いします。
可能な限りお答えしています。それでは